よーし、アニマス実況、アルストロメリア、大崎天下をプロデュース編、今日から始めていこうと思います。まあ、前回までね、アマナちゃんをプロデュースしていたんですが、その双子のお姉ちゃんである天下ちゃん、完全初見で楽しくプロデュースしていきたい。まずね、ちょっとどういう子なのかプロフィールで、ちょっとね、把握していこう。名前は大崎天下。ユニットはアルストロメリア。年齢は17歳で。いや、A 型なんだ、天下ちゃんって。へぇー。まあ、誕生日はね、アマナちゃんと一緒だもんね。身長は159センチの体重44キロ。出身地富山県のお昼寝ネットサーフィンアニメゲーム。うわ、めちゃくちゃ仲良くなれそうだね。特技、特にない。そうなの。何かあるでしょ、きっと。あれだな、ちょっと、自己肯定感とかちょっと低い感じなんだろうな。一応サポートコミュとかでちょいちょい見た感じでは、自信なさげだったもんね、自分に。いやー、震えてんじゃん、声いきなり。いやー、こんなビクビクしてる子が、ねえ、アマナちゃんに引っ張り上げられて輝いていくっていうのはアマナちゃんの方のストーリーでちょっとね、分かってるから、その輝いていく過程をこれから見ることができるんだね。いやー、ちょっと楽しみだな、それ。ちょっと泣いちゃうかもしれない、また。頑張ります。いや、そんな2回も言わなくても大丈夫だよ、天下ちゃん。頑張るのは分かってるから。ねえ、頑張っていこう。ということで、ウイング、やっていこうか。よし、ということで、この天下ちゃんの SSR をプロデュースしていこうと思います。ちょっとね、見た目が浴衣だったんで、一応ちょっと制服に変更して、まあ、オーディションの時はこの浴衣に戻して衣装を見るという形でね、やっていこうと思います。ほんで、まあ、いつも通り、このゲストに、R の中期さんを編成して、この中期さんのサポートコミュと、天下ちゃんのコミュを全部読むという形で、やっていこう。楽しみだ。よし、とりあえず、ダンス流行本とスタミナ回復だけ持って、完全初見プロデュース開始。まあ、アマナちゃんがね、オーディションだったから、天下ちゃんもね、オーディションなんだと思うんだけどね、出会い方は。眠る可能性、いや、いきなり可能性を見出すのか。楽しみだ。では、そろそろお仕事に移ってもらいましょうか。今回プロデュースするアイドルはオーディションで選んでください。こちらはオーディションを受ける子たちの資料になります。やっぱりオーディションだよね。なるほど、わかりました。じゃあ行ってきますね。うわ、めっちゃ緊張してるな。アマナちゃんと違って天下ちゃんはね、オーディションでどういうところを見出したんだろうな。大崎天下さんですね。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、アマナちゃんに言われてきたっていう感じだろうからな、最初は。ごめんね、驚かせちゃったかな。いえ、天下、あまり他の人と話さないから、ちょっとびっくりしちゃっただけです。そうなのか。普段あんまり人間と喋ることをしてきてないんだな。でもちゃんと敬語使えてるね。ここはポイント高いよ。そうなんだ。でもオーディションだからってあんまり緊張せずに楽しく話してもらえばいいからね。楽しく話す、頑張ります。難しいよな。こんなおっさんと何を楽しく話すんだって話だからね。それで大崎さんはどうしてアイドルになろうと思ったのかな。天下はアイドルってよくわかんないけど。いやでも可愛いんだよな。なあちゃんが一緒にアイドルになろうって言ってくれたからです。この可愛い可愛い天下ちゃんに自分に自信をつけさせたい、みんなに天下ちゃんを認めてもらいたいって天菜ちゃんは思ってくれたんだよね。なあちゃん？なあちゃんは天下の妹で、アマナちゃんだからなあちゃんって呼んでる。そうか、もう普段人前で喋らないからね、こういう風にあだ名で呼んだら伝わらないっていうのもちょっとわからないんだろうな。妹、書類に双子の妹がいると書いてあったな。あの子のことか。そうなんだ。妹さんの言葉でアイドルになろうって思えるくらい妹さんのことが好きなんだね。はい、なあちゃんはいつも優しくて
元気で、うん、天下大好き。アマナちゃんの話をするときは笑顔で喋れるんだ。いや、お互いにお互いのことを大好きに思い合えてんだな。いい子なんだね。天下、アイドルなんてできるのかなって思うけど、でもなーちゃんあんな風に言ってくれたから、なーちゃんのためにも頑張ろうって思います。いや、自分には自信ないけど、妹のアマナちゃんのためなら頑張れるんだ。なるほど、妹さんのことを話す時の笑顔、この笑顔を見てるとこっちまで楽しくなってくるな。わかる。周りから魅力を引き出してあげればすごいアイドルになるのかもしれない。ちょっともう泣きそう。アマナちゃんの直後だからかもしれないけど、もう泣きそうです私。ごめんなさい。よし、君は合格だ。僕の独断と偏見で合格だ。え、本当？本当だ。天下がアイドル。他の子には悪いけど、今日はこの子だけだ。合格はこの子とアマナちゃんだけだ。ああ、俺が君のプロデューサーだ。よろしく天下さん。いやー、やっぱ女自身情けだな。これこから表情が変わっていくんじゃないのって考えたらちょっとワクワクするよね。天下、頑張ります。いや、噛んじゃったか。わりすぎる。ちょっと待って、かわいすぎる。あ、頑張ります。いや、照れてる。ちょっと待って、エクスタシー。ちょっと落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、落ち着きます。ごめんなさい、完全に白石蔵之介になってしまった。落ち着こう。いやー、新しいことやっていこう。ちょっと俺本気でこの子プロデュースするわ。いや、どの子も本気でプロデュースしてきたけど、頑張っていこう。天下もできた。いや、できたよ天下ちゃん。天下もできた。天下もできた。ちょっと体力減ってきたから休もうか。天下ちゃん喜びそうだよね。今日は好きなことしていいよ。天下も頑張ってるからな。お昼寝してまた頑張る。あー、ゲームするとかじゃなくてお昼寝をしてまた頑張るっていう、いやー、かわいすぎ。ちょっとやべえな。パーフェクト。素晴らしいよ天下ちゃん。いやー、トークイベントレベルも上がった。最高級。お、最初の一歩。CD、新しく出たので買ってください。いや、もう CD デビューしてるんだ。いや、で自分で売り込みなのか。頑張れ天下ちゃん。あ、CD。頑張れ。いやー、なかなかな。なかなか声かけるの大変だよね。お疲れ様天下。あ、プロデューサーさん。よく頑張ってたけど、最初はやっぱり緊張しちゃうよな。うん、CD ダメだった。まあでもこれからだよ天下ちゃん。大丈夫大丈夫。なーちゃんと千雪さんはちゃんとできてたのに。あー、なるほど、アルストロメリアの CD をもう売ってるんだね。アマーたちはアマーたち、天下は天下だよ。仕事に慣れてきたら天下もできるようになるさ。そうなのかな。そうだよ、大丈夫。天下ちゃんはいずれアマナちゃんが脅威に感じるぐらい輝き始めるんだから。天下、何もできなくて、うん、みんなに頼ってばっかだった。なあちゃんにもいっぱい助けてもらったし。悔しいんだな。困った時に助け合えるのがユニットだからな。そのあたりはあまり気にする必要はないよ。そういえばユニットのメンバーとはどうだって言っても、アマナは問題ないだろうけど。なーちゃんのおかげで、ちゆきさんとも、ちょっとずつだけど、話せるようになったかな。そうか。まあ、でも、ちゆきさんはね、ママミがマジでエグかったから、このユニットにはぴったりの人選だったかもしれないね。アイドルになっても、なーちゃんはすごくて、うん、キラキラしてて、うん、天下も、なーちゃん見てると元気になれる。ああ、確かにアマナの元気いっぱいさは俺も見習いたいくらいだからな。
プロデューサーさんもそう思うよね。矢花ちゃんを褒められるのが何より嬉しいんだな、天下ちゃんは。ああ、でも天下には天下の良さがあると思うけどな。アイドルの仕事を頑張っていけば、アマナにはない魅力を持ったいいアイドルになれると思うぞ。そうなれたらいいけど。大丈夫。ピンときてないみたいだな。天下の魅力をうまく引き出してあげたいけど。天下、もっと自信を持っていこうはちょっと違うね。これからも努力を続けていこう。まあ、これは大切だよね。周りの自分を比べすぎだ。あのね、このもっと自信を持っていこうと、周りの自分を比べすぎだの、この二つはね、今、天下ちゃんに言っても、こういうのってメンタルの話だから改善できないのよ、ちょっと多分。だから、努力を続けて、着実に少しずつ自信をつけて活かしてあげた方がいいと思うのよね。だからこれだね。まだアイドルになったばかりなんだ。経験を積めば、徐々にできるようになってくるよ。頑張りたい。でも何すればいいんだろう。そうだな。まずは目の前の仕事に集中することかな。でもお仕事しててもまたなーちゃんたちに頼っちゃう。それでもいいんだよ。なるほど、ユニットの仕事だけだと天下に自信をつけさせるのは難しいのかもな。ソロの仕事を増やしていった方がいいのか。天下、今ならそんなに大きい仕事もないから、一人での仕事もやってみようか。え、天下、一人で。でも、きっと失敗しちゃう。いやー、自信ないんだな。その時は俺もフォローするよ。最初から全部一人でやるわけじゃないから大丈夫だ。それに失敗から学ぶことっていうのもあるからね。失敗からしか学べないことがきっとあるから。できるか、わかんないけど。うん。でも、なーちゃんたちに迷惑かけなくなれるなら。うわ、やってみる。怖いけど、でも、みんなの役に立ちたいって思ってるんだ。ちょっともう泣きそう。いや、素晴らしい。いや、素晴らしいよ、天下ちゃん。ちゃんと、できた。ちゃんと、できた。できてます。できてますとも。お、あさこみゅだ。お、なんだか嬉しそうだな。いいことでもあったのか。今日もかわいい。なーちゃんと事務所に来たんだ。え、二人で来たのがそんなに嬉しいんだ。なーちゃんと一緒だと、うん、天下安心する。いや、心の支えになってんだね。確かに今日の天下はいい表情をしてるな。いや、仕事もなるべく一緒にしておくよ。合ってるかな。きっとなーちゃんがいればかわいい。難しいお仕事も安心だよね。このちょっともじもじしてるのも含めてマジでかわいい。よーし、楽しくなってたな。いやー、天下ちゃんマスターに俺はなる。これからも天下のことよろしくお願いします。任せろ。プロデューサーさん。はい。天下、お昼寝をいっぱいしたくて。まあ大切だよね。特にご飯食べた後とかは眠くなるしね。お休みが欲しいんだけど、今週ってダメかな。天下ちゃん、アイドルっていうのはね、休み休みではできないものなんだよ。だからいいよ。かわいい。約束絶対に守ります。なぜならちょうどそのつもりだったから。できそう。今日は好きなことしていいよ。お昼寝しなさい、天下ちゃん。おやすみでいっぱいお昼寝した。うん、充電完了。よかった、全回復してたもんね。天下、また頑張るね。一緒に頑張ろう、天下ちゃん。いやー、素晴らしい。そしてシーズン1も突破。天下、大事審査通過だ。本当にやったんだよ、天下ちゃん。頑張って練習してきた甲斐があった。もちろん本当だよ、よかったな。なんで
やー、 CD 配りとかすらうまくできないこんな自分がなんでって。なんでってことはないだろ、天下の頑張りが評価されたんだよ。そっか。自分で自分のことを褒めてあげられなくても、周りの人がしっかり評価してくれれば、天下ちゃんもちょっとずつね、自信を持って自分のことちゃんと褒めてあげれるようになっていくかもね。ありがとう。いやー、頑張ったね。うん、天下の頑張りが実って俺も嬉しいよ。でもこの評価はきっとみんなのおかげ。ん、謙虚。みんながいてくれたから、ん、天下も頑張れた。いやー、でもそこに感謝を持って頑張っていけるっていうのは素晴らしい才能だから。そうか、やっぱり天下は優しいな。ん、優しい。だって本当にそうだから。ちょっと待って、可愛すぎる。てれてれ天下ちゃん、可愛すぎるでしょ。そういう風に周りの人の力があることに感謝するのも大切なことだ。ん？けどな、天下自身の頑張りの結果でもあるんだ。だからもっと自信を持ってもいいと俺は思うぞ。そうかな。そうなんだよね。うん、そうだよ。でも、なあちゃんたちに迷惑かけないためにも、天下、もっと頑張らないと。なりたい自分にきっとなれるよ。だから、これからも。はい。その。はい。プロデューサーさんも。ああ、そういうことだよね。大丈夫だ。これからもしっかりサポートしていくよ。直接お願いとかはちょっと言いづらい性格なんだろうな。これからもよろしくね。いやー、よろしくお願いします。俺が君の全部すくい上げてみせる。あー、こちらこそよろしくな。最高、最高プロ。天下もできた。おー、サマーメモリアル。ここがいいかな、それともこっち。どうした、何を悩んでるんだ。天下、何してるんだ、調べ物か。あ、プロデューサーさん、その夏祭り調べてる。ほう、天菜ちゃんと一緒にね、行きたかったりするのかな。なあちゃんと一緒に行きたくて。いや、嬉しいだろうな、天菜ちゃん。ああ、もうすぐ夏だからな、お祭りが始まる時期だな。あるから迷って。まあ、多分事務所東京だろうからな、お祭りもいっぱいあるだろうね。なるほど、候補はあるのか。こことか。お、良さそうだな、花火もやってるし。なあちゃんと見るの楽しみ。やっ、かわいい。あー、思いっきり楽しんでこい。だけど大丈夫か、お祭りって人混みすごいだろう。うん、そうだけど平気、なあちゃんがいるし。それにお祭り人いっぱいいるけど、キラキラしてて天下好き。いや、キラキラしてるもの好きなんだな。よかった、それなら安心だ。プロデューサーさんは、え、お祭りが好きかどうか。お祭り好き。まあ、俺は京都にいるからね、京都って言えばね、祇園祭りとかいっぱいお祭りあるし、お祭りはね、大好きだよ。ああ、なんだかワクワクするよな。でも前は行くこともあったけど、ここ数年は忙しくて行けてないんだよな、コロナで開催もされないしね。どうした天下ちゃん。天下どうした。だってプロデューサーさん行けないのに、天下ばっか楽しみにしちゃって。そんなところに気がつくのか、めちゃくちゃ優しい子だな。そういうことか。天下が楽しそうだと俺も嬉しいよ。これだ。そうなの。うん、天下ちゃんだって天菜ちゃんが嬉しかったら嬉しい気持ちになるでしょ。それと一緒だよ。ああ、天下の笑顔には人を幸せにする力があるから、天下はたくさん笑ってみんなに幸せを届けてくれ。人を幸せにする
笑顔。もう可愛すぎるからね、マジで。プロデューサーさんにそう言われたらできるような気がしてきた。できるよ。そのために夏祭りを思いっきり満喫してこい。うん、天下いっぱい楽しいことしてくる。無敵の天下ちゃんが爆誕するんだ。そしてよし、流行1位だからオーディション夕方ワイドアイドル一番初オーディションに挑んでしまいましょうか。いつも通りに頑張れば大丈夫。ちょっと待って、見ていいっすか。ちょっと何この衣装、可愛すぎない？なんだろう、ちょっとねえ、悪魔がモチーフなのかな。まあ、デビ太郎の曲とか天菜ちゃんってあるもんね。俺 CD だけは持ってるんだよね。ちょっと気負いすぎてるな。少しでも気持ちを落ち着かせられる言葉は、ああ笑っても楽しめばいいんだ。難しく考えすぎるな。楽しめばいいんだ。楽しくなっちゃんとお話しするみたいにかな。かわいい。やってみるね。横に天菜がいると思えば肩の力を抜いてあげられたかな。天下も頑張る。だから一緒に頑張ろう。よし、いきなり思い出アピールちょっとぶち込んでいこうか。天下にもできることがあるんだ。ちゃんとできるから。何この子は、クマは、あ、かわいすぎる。なんだ今の控えめな。だけどしっかり自信を持ったあの表情は。ちょ、早くオーディション終わらせよう。もう最高すぎた。ちょっとアパッと、いやちょっとめちゃくちゃ良かったね。オーディション最高だった。もうそりゃ1位ですよ、余裕の1位、文句なしです。天下ちゃん、え、かわいい。いやー、信じられないか。やったな天下、合格だぞ。天下が合格。プロデューサーさん、本当に？本当の本当に本当だ。もちろんだよ、レッスンをしっかりやってきた結果がちゃんと出たんだ。そっか、レッスン頑張ってよかった。うん、頑張れば必ず結果はついてくるから。これで天下も少しは自信がついたかな。でもオーディションに合格して終わりじゃないぞ。この調子で収録の方も頑張らないとな。そうだね、テレビ出演が控えてるからね。うん、テレビ緊張するけど頑張りたいな。天下ちゃんのいいところは自分に自信はないし緊張しいだけど、ネガティブではないんだよね。前を向いて頑張ろうって、ちょっとでもいい自分になろうっていう気持ちはちゃんと持ってる。それがこの子の一番の魅力なのかもしれないな。さあ見ろ日本、これが大崎天下だ。日本中が気づいてしまった、その存在に。お疲れ様、いいパフォーマンスだったぞ。いっぱい人がいて話したりとか苦手だから。それでもいいパフォーマンスだったってプロデューサーが思えるっていうことは、もう無我の境地だったんだね。プロデューサーさん、てかおかしなとこなかった？会場中が、テレビの前の全ての人が君に釘付けだった。確かに緊張は伝わってきたな。でも天下のいいところはいっぱい出ていたぞ。いやー、かわいい。あー、それに苦手ならこれから慣れていけばいいさ。天下ならきっと乗り越えられるはずだ。うん、プロデューサーさん、天下次はもっとできるようになりたい。なれるさ、そう思ってるなら次は今よりもっと良くなる、その次はそれよりさらにもっと良くなる。だからいろいろ教えてほしい。頑張ります。力が入ると噛んじゃうんだね。かわいすぎる。
最高すぎる。おお、ナイトフラワー。よし、今日の仕事はこれで終わりだな。プロデューサーさん。ん？天下か？どうしたんだ？今日は仕事なかっただろ？そうなんだけど。天下、何かあったのか？隠れてないで、こっちにおいで。じゃあ、お邪魔します。どうしたんだろう？あれ、今日は浴衣なんだな。いや、もう花火大会なのか。可愛すぎる、ちょっと。そうだったのか。うん、天下によく似合ってるよ。いやー、似合いすぎでは、ちょっと。あ、ごめん、ちょっとジロジロ見すぎて、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ごめん、ごめんね。変態おじさんになるところだった。ふう。いや、可愛すぎ。いやー、褒められて出れてんの可愛すぎる。なんだ？あのね。うん。天下。プロデューサーさんと、え、花火見たいなって。俺と天菜ちゃんとじゃなくて？うん、花火この近くで、多分事務所から見えるから。前お祭りにあんまり行けてないって言ったから気を使ってくれたのかな。この前なちゃんと行ったお祭りで花火見て、すごく綺麗だったから。もう天菜ちゃんとのお祭りには行って、その後の時間なんだ、これは。なるほどね。プロデューサーとも天菜ちゃんと見たように共有したいって思ってくれてるんだ。それで天下、うん、プロデューサーさんにも見てほしいなって思って。いや、泣きそう。ありがとう。そうだったのか。ありがとう、天下。じゃあここから見える花火楽しもうか。いやー、花火まだかな。この気持ちがあったかいね、本当に。もうすぐだと思うけど。来る？いやあ、ありがとう、天下ちゃん。かわいすぎる、ちょっと。いやあ、綺麗だ。本当に綺麗だ。いや、よく見えるな。なあちゃんと見たお祭りの花火も綺麗だったけど、ここから見る花火も綺麗。うん、本当に綺麗だ。事務所がこんなに風流な場所になるとは思いもしなかったよ。いや、天下ちゃんがこれを言ったら破壊力がえぐいんじゃ。ちょっと耳引きちぎろう。はは、確かにな。あ、そうだ。ごめん、落ち着くために今耳を引きちぎりそうになった。天下、どうした？たまや。いや、ちょっと待って、どんだけ俺の精神攻撃をしてきたら気が済むんですか。あのなちゃんがこういった方が楽しいよって。それを俺の前で実践してくれるの？もう一緒に叫びましょう。うん、いやたまやたまやかわいすぎる。ちょっと、かわいすぎた。もう花火のこと俺覚えてない。かわいすぎて、もうすごい豪華でした。今日はありがとうございます。うん、その前の大きい花火も綺麗だった、うん、でも花火って終わっちゃうと寂しいね。そうだね、華やかな分寂しさもあるね。花火また見たいな。来年また一緒に見よう。またそうだ、じゃあ今度はみんなで花火をしよう。いい提案だ。みんなで。ああ、花火って言っても手持ちのやつだけどな。近くの公園とかでなら。天下、線香花火
やりたい。いや、線香花火やってる天下ちゃんは絵になりすぎるでしょ。その一枚を絵画にして売ったら20億円ぐらいいくよ。線香花火もいいな。打ち上げ花火とはまた違った風情があるし。うん、プロデューサーさんと見る花火楽しかった。いや、ありがとう。ありがとう、プロデューサーさん。いや、こちらこそですって。俺も天下のおかげで夏の気分を味わえたよ。ありがとう天下。いや精神が保てないぐらいエモい。事務所に来るの疲れちゃった。なんでどうしたら事務所に来るの楽しくなる。ごめん、ちょっと俺何でもするからマジで。いや、ごめん、放置して、レッスンしよう。とりあえずレッスンして、とりあえずね、また明日から頑張っていこう。ね。